立憲民主党県連は今日、常任幹事会を開き、今月9日に告示される新潟市長選挙の対応について協議しました。野党第一党ながら、これまで人材発掘が進まず、独自候補の擁立が難しい情勢となっていましたが、本当に残念ですが、候補者を擁立することができませんでした。独自候補の擁立を見送った上で、現職の中原八一さんと共産党などが擁立する鈴木英さんのいずれも推薦せず、自主投票とすることを決めました。政策、形、そういったことは含まれておりませんで、とにかく我々として候補を擁立できなかったから自主投票とすると。